どうも、しょうやでーす。今回はおすすめクラス第3弾ということで、コーダイトのモッド付きをね、おすすめしてくれてる方が、お二方いらっしゃったのかな。そちらの方をちょっと動画で、やっていこうと思います。一人目の方は大クレさん、コメントありがとうございます。ウッポツです。早速おすすめしたいクラスですが、個人的に昔から翔平さんは、リロード癖がついてると思うんで、そのリロード癖を直す超突向きのちょうどいいクラスを紹介します。おっしゃる通りでございます。一人倒すとね、ついリロードしたくなっちゃうというね。次出てくるのが一人だったらいいけど、二人だったらどうしようとか言ってね、不安になってすぐリロードしちゃうんですね。ということで、メイン武器は SMG のコーダイト、アタッチメントはラピファグリップ、かっこレーザーサイド、どっちでもいいのかな。オペモッドの団体と、パーク1、フラジャケ、まあ、パーク2、パーク3とガンホデッサという形でね、まあ、バランスよくなってるんじゃないかな。まあ、いつも通りですね、ランチャー持ってきたいんだよね。味方が落としてくれると限らないんですよ、ほんと。なんでか知らないけど、敵には必ずいるんだよね、落とす人。ただ、私がいるチームの方にはいるかいないかはちょっと運次第ということで、大体いない時が多いんでね、私が空を見上げていつも落とすんですけど、しょうがないよね。分担だからね。はいはい。ということでですね、このクラスの強みは団体をつけたことによってリロードがなくなったことで、敵と打ち合った後に回復に専念できることですね。大体回復かリロードかどっちかすると思うんですが、それが回復だけなんだ。うん、それ大きい強みですよね。回復だけに、専念できるということですけれども、そうですね、まあ、回復しちゃうんですよね、隠れた後すぐとかね。やっぱり適切なタイミングで回復も入れないと死んじゃうんですよね。スティームショットだったらまだ反撃できるけど、あと他のやつだったら反撃すらできないからね。それが辛いところ。さらにスティームショットを持っていくことによって、回復速度を早めてって感じですね。フラジャケは生存率を高めて、コーダイトはスプリングした後の、構えが遅いのでガンホで補ってます。デッサー単純に音対策ですね。翔平さんはゴリゴリとつっていくので割と合ってるかと思います。短所は強いて言うならローンがきついですね。そうですね、 SMG なんではしょうがない、それはしょうがないですね。あと団体つけてるのでリロードはいらないですが、打ち続けるとオーバーヒートするのでそこは注意。これオーバーヒートって40発ちょっとだったよね。40数発ですぐオーバーヒートしちゃうんだよね。だからあんまり打ち続けてもダメかな。前60発ぐらいだったような気がするんだけど、なんかアップデートで下方修正されちゃったみたいですね。ということでですね、もう一方は、同じような形なんですけれども、トリガーハッピークラスね、中田博さん、ありがとうございます。アタッチメントの方にグリップラピファロングバレルというふうにね、モッドをつけた上でアタッチメントを固めてる感じかな。でパーク薄めになっちゃいますよね、こうなるとね。そうですね、まあ、相手次第ですよね。音響センサー持ち2人3人いる中でデッサついてないとかなりきついと思うんですよね、私は。なので、まあ、相手にいなければこれでもいいかなっていう気はするけど、ギャンブルになるよね。なんでパークもある程度ね、振っておきたいところではございますよね。でどうしてもね、やっぱね、フラジャケないと、ワンちゃんのね、スペシャリストのね、地雷に引っかかって、リスポーンした直後に死ぬとね、もう、気分ガタ落ちなんですよね。いうこと、わかる人もね、多いかもしれませんけれども。ということで、まあ、引っかかる方がバカなんだよっていうね、いうことも言えますけどもね。ちゅうことでですね、強み、リロードがいらないので戦いやすい。突くのが好きな人は相性がいいと思う。弱み、パークがないので特殊装備に弱い。そうですね、爆発物のねスペシャリスト多いから、総合で言ったら私はフラジャケの方が好きなんですよね。特になんだっけ、放射能のね、あれが待たなくていいっていうね、食らってもね、回復まですぐ回復できるっていうのが私は一番好きなところ。あれでやっぱり前線下げさせられちゃいますんで、フラジャケついてないとね、まあ突っ込んでて死ぬのもいいかもしれないけれども、あとはまあさっき言った通り音響センサーがいたらちょっときつくなるかなちゅうところでございます。ちゅうことでですね、今回はちょっとまたね、改造させていただいて、まあ味方に頼っていてもね、頼らせていただくもあれですけれども、一応ランチャーを入れるっていうことと、
フラジャケを入れないと私気分が萎えてしまうので、爆発物でやられるとということで、どうしようかな、中田ひろきさんのところはちょっとね、アタッチメント振りまくってる感じでね、パークはスカスカになっちゃってるんで、パークゼロっていうのもね、ちょっと辛いかなとは思いますので、そうだね、どうしようか、大クレさんの方をちょっといじくらさせていただいてですよ、お見せすることになりますけれども、ということで、こんな感じでやっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。ということで、いつもだったらクラッシュ使うところだけど、弾持ち悪くないから、どうしようか、ノーマットにしようか。あんまり使わないけれどもね。ちょっとフラジャケが多いんで、グレポンの人と消防隊員は聞きが良くないですね、最近。もしかしたらエイジャックスとかを頻繁に出していった方がいいかもしれない。フラッシュはあんま役に立たないけどね。オッケー、じゃあ装備チャージの方が良かったかもしれないね。装備チャージあるとうまくいくと犬3回出せるんだけど、4回は行ったことないけどね。3回出せるとね、結構キルしてくれるとほんね、トータルで10キルぐらいしてくれたりするんで、ちょっと手前行こう。ちょっと敵多いなんだすげえすげえ、がっつり来るね、がっつり。今日はね、なんかキルスト、高キルストを回してくる人が敵にも味方にもいてね、そういう人がどっちのチームにいるかによって変わるんだけど、これちょっと待って、後ろ脇じゃないのこれ。これ今我々そっちから来たんだけど、絶対裏で湧いてるね。ちょっとこれ拾って戻りますか。外は大丈夫そうだ。2名でしょ、左見るよ。あ、みんな、左、あー、なんか来たよ、なんか。後ろから、後ろがしょって生きてますよ。モグ中にも結構脅威だからね。一発で死んじゃう系の武器は、ちょっとまあ嫌がる人も多いでしょうね。使いたいんだけど、なんかね、味方とかで死体撃ちモロしてる人結構見かけるんで。やばい、使うなよっていうことなんじゃないの。危ない。喋りやがると知ってるのか。もう一人いるぞ。ちょっと待って、ナイフ、ナイフ遅かった。ちょっと待って何今の、どっから入ってきたの。ちょっと、なんでナイフ、いつもナイファーの被害が私っていうね。多分センサーじゃなくて、あれはフリップマインは効かないね。もしかしたら戦闘地域に仕掛けといた方がいいかもしれない。ああ、いる、ナイファー、ナイファー、やばい、ナイファー、こっちから来たー。ちょっと待って、ちょっとオーバーヒートしちゃうね。結構長い間撃てるね、ナイファーが怖い。あ、ちょっと待って、こっちいるナイファーじゃない、やばい。いや、ナイファー難しいな。なんだかね、ナイファーをパンチで倒すのが夢なんだけど、なかなかやらせてくれないで。大丈夫？あ、外2名死んだから、外拾いに行こうか。クソいない、 UAV 出されたよ。とりあえず先拾いますよ。やばい、めっちゃいる。ちょっと待って、うわクイドロがね、ついてない武器だと、なんか最初の数発絶対外れすんだよな。それがなんか、もったいないような気がする。腰打ちの、やばい、ショッティ、あぶねー。ナイス、これ、クイドロがついてない武器だとなぜか外してしまうという、来てるね。いや、うおー直撃しちゃった。多分俺に当たったのかな。なんかあんまり体出してなかったような思うけど、そこ左行ったね。左付き合う、あと距離がね、スナさんがこじ上げてくれてってるけど、人数が多そう。やばい、ショッティがいるぞ。ショッティ使いたいんだけどね、なかなかね。なんか死体撃ちされてるのを見ると使う気を起きないんだよね。そこやばい、ナイファー。結構ね、死体撃ちしてる人多いから、そこ正面。まあ個人的には、ね、何の武器でも使っていいっていう主義なんだけど、ちょっと待って。腰打ち、
腰打ち勝負、腰打ちもっと当たるようにしたいな。なんかいまいちなんかセンターサークルが敵の方向いてないみたいで、ちょっとこれ呼びますね。1回目当たった。 OK、 ナイス。やっておしまい。 OK、 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 ナイスナイス。左に1名、やってやってやって。 OK、 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 ワンちゃんについていってタグだけ拾うというのもありかもしれない。サポートしてあげて。あー、いやいや、ちょっとそのガトツやめていただけませんかね。たまに2メートルぐらい突っ込んでくる時あるよね。いや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 、センターから行ってみる。あー、ワンちゃん死んじゃったね、多分。まあ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 、何キルかしてくれたんでいいとしましょう。ここ難しいよね。前まで落ちちゃってる？落ちてる。はい、オッケー。やばい、ちょっと人数多そう。顔出さない。タグ拾いましょう、タグ。どうしようか、上行く？ナイス。あ、湧いてくれたってことは逆湧きだね、もうね。中から行こうか。あの人一人で頑張ってるんで、ちょっとどっちか見るよ。左、奥、奥、もう一人右だよ。行っちゃう、行っちゃう。おいしょ、おいしょ、おいしょ、拾って私にちょうど逃げる。 UAV available for tasking。 前まで、なんかスナさんがすげえ頑張ってる。これせって、タグ拾いつつ、中も行ってくれてるのか。これもうすぐ、やばい、リスが変わった。リスが変わりそうだけど、ちょっと、あ、奥で対空してる人いるね。右側流れてくんじゃない。あ、マジで、こっちの部屋。あ、いつもだったら向こうのセンターの方から行くと思ったんだけど。あー、で、多分奥で湧いてんだよね、これね。これ、はいはい、バーディー。まだいるような気がするけど、反応ないんで、とりあえず前進みますか。やっぱり湧いてる？自分の斜め後ろで湧いてるっていうのがおかしいような気がするよ、このゲーム。いやー、やばい。ちょっともうダメだね。フルメンバー湧きしてるぞ、多分これ。で、こっちにも分かってる。うわー、なんか、うわ、うまい、うまいジャンプだこと。うまいジャンプだこと。でもなんかすげえ勝ってんだ。そんなにゴリゴリ勝ってる印象はないんだけど結構打ち分けてるからね。そこ正面大丈夫？ナイファーが怖いんだよね。一回あれ見た？おお、ちゃちゃ何で何食らった？そんな体出してた？エネミー UAV above。 UAV だ、こうそうか。やばい、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 やれ、やれの下に。ちょっと待って。どんだけ伸びんだよ、そのナイフ。やべえ、出てきちゃった。ちょっと待って。でも、まあ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 、落とさなくても大丈夫かな。ちょっとこれ死んだら考えますね。誰か落としてくれるかも。あー、やります。で、室内いればまあ食らうことはないんだけど、あんまり動けなくなっちゃうよね。ちょっとこれだけ仕掛けておいておこうか。はい、後ろもやばそうだけど、ちょっと前が、やばいやばい、やばい、どっちから来るの、どっちから来るの。いやー、ナイファー、そっちから来たのか。あ、落としてくれてない。ちょっとすぐに進んじゃった。待ってみんな室内に避難するんだ。ちょっとスペシャリスト使ってるね。どうしようかな。そっちにいる位置で落としてくれたみたいだ。ありがとうございます。ちゅうことでですよ、こっちに1名、はいはいはい、UAV そっち押さえてくれてるから、ちょっと無理やり。あれ、Multiple hostile UAVs operating。味方の UAV とか表示してる意味あんの、あれ。紛らしいからやめていただきたい。もう一匹呼びますか。ワンちゃん、ワンちゃん、ナイス、ナイス、ワンちゃん。これ、追跡にしてるといいんだけど、あんまつかないのね。あれ、警備はここに戻ってくるのか。じゃあ、追跡でいいのかな。はいはいはい。ワンちゃんについていく。ワンちゃん、どこ行くの。ワンちゃんはこっち。
ナイスナイスナイス、ちょ、マジでついてこい。いるね、やっておしまい。いやでも俺でもやりそうだよ、あのタグ拾いたいけど。あ、来てる、やれやれ、よし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 、はい、終わっちゃった。あー、なんかはしゃめちゃの面白かったけど、お、まあ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 、一位だからよし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 。結構死んだね、でもね、毎回ね、あのキルカメがスナさんなんだよね。やっぱワンショットワンキルできる強みを生かしてるよね。いや、敵いっぱい。これ普通の銃じゃ絶対しばっきれないよね、多分。ソードフィッシュとかじゃない限り。いや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 、もう一試合やってみようかな。さ、試行錯誤してやってますけど、パークとね、アタッチメントのバランスが、モッドをつけるとどうしても悪くなっちゃいますね。ちゅうことで、モッドをね、せっかくアドバイスいただいた、あれね、教えていただいたんですけど、モッド外して、やったらちょうどいいんだよね。アタッチメントは、ラピファ、ロングバレル、グリップということで、そうするとですよ、デッサもつけられるし、ロケランも持っていけるんですよね。やっぱこれが一番いいかな。横を言えば角曲がか、レーザーサイトつけたいところだけど、まあ全部は乗せられないんでね。左から行こうか。その奥よく来るけど、大丈夫か、中がやばそう。中がやばそう。OK。ひょっちょひょっちょ。土日はほんとパーティーさん多いね。パーティーさん、これもね、味方にもいるし敵にもいらっしゃるということで、いい試合になるんじゃないかな。野良連合でやるとほぼ勝てないけどね。ほぼ勝てない、やばいって。やばいか、下から行こうか。でもリスが変わってるからやってくれたね。一回上上がろっか。ただ左やってくれた、右見よっか。来るでしょ、この辺。うん、あらー、左ダメだった。あら、登ってきたんだ、うまい。やりますの。結構ね、意外とマップによりゲーなんだろうね。このマップとか結構フラジャケ着てる人少ないんだよね。放射能対策、おわ、来た来た来た。放射能対策でやっぱフラジャケ入れてる人が多いから、そこサンドイッチされるぞ、多分。下がった方がいいんじゃない、やっぱり。そうだよね、ちょっと真ん中からザッと出ちゃおう。あ、いた。なあ、倒しきれない。ごめん、ちょっとローの人がいった。逃がして、あ、スライディングできず、残念。いやー、ちょっとちょっと、なんかタグが大幅に拾われちゃってるね。その先はいらっしゃらない。あ、いた、あ、やば、やばいところ見てる、やばいところ。ちょっと下がった方がいいかな、これ。じゃあ逃げられない、ちょっと勝負かけた方がよかったかって。どっちにしろ負けてたような気がするな。そこをソードフィッシュで見られちゃうときついですよ。やばい、Do your thing。下いるね。パンチのお時間の気がする。来たんじゃない、パンチ、オッケー。もうね、念仏のようにパンチパンチパンチって言わないと。いるいる、もう一人、イエス。ちょっと追撃が早いよね、やっぱね。赤点出しちゃうと。ナイスナイスナイス、下から上がってくんじゃないこれ。オッケー、後ろ死んだ、後ろ死んだ。あー、ショッティだったか。いやー、対空はね、結構パーティーさんいるとやってくれるんで、ちょっと安心してね、立ち回れますけど、それでもまあ持ってた方がいいよね。分担して、みんなでやろうっていうことですね。ちゅうことで、お、死んだ。倒しきれない。またパンチのお時間じゃないのこれ。下がった。12人。倒せる。オッケー。もう一人。いいタイミング出てきてくれた。左奥にいるみたいだけど、向こう行ったか？いや、これ。チャンスじゃないこれ。いや、あれ、ちょっと、倒したと思ったら、手前に二人いたのか。残念、あの人。あの人倒したと思ったら、ロングに届いてなかったみたい。残念。やばいところで終わっちゃったよ。中に上に投げて外。オッケー。やばいだろ。ちょっと先に UF 落としますか。優秀だね、さすが。ちゃんと落としてくれるんで、楽できますの。なんか、
これ下か？下だな。下だ。OKOKOK。外は大丈夫かな？大丈夫ですね。かといってこの銃だと、なんか出してきたね。もう一人奥にいるぞ。その人危ないよ。ちょっと早く触った。ああ、後ろにいる。やばい、痛い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 。追撃が早い。キルストがどうだろう、落としてくれるかな。ちょっと味方に任せて。やばい。二人目きついな。ちょっともうちょっと早く倒したかったけど、さすが。いや、痛い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 。落としてくれるのは早い、早く助かります。ナイス。ちょっとレンジ気をつけないとね。ちょっと距離離れるとやっぱちょっときつくなるんで、中に距離。ナイス。詰めちゃっていい？トルクがいいね。ナイス。やばい、ちょっと変なタイミング出しちゃった。いけるんじゃない？ほら、もう一人くらい来るんだ。まだ湧いてるね。確認したいけど、ちょっと顔出すの怖い。下から行った人、まだ湧いてる。バッチリささっと拾っちゃおう。やばい、もう無理。ちょっと回復入れなければよかった。いやでもしょうがないな。キルストは刺さんないんだよね、このマップ。逆側の方が良かったか、使うタイミング。ちょっと下から来てよ。うわー、やーおー、まだいた。ちょっと赤点映ってたかな、見てなかった。前に忙しくて結構ね、ガン見してるんだけど、たまたま見てない時とか、あと喋ってたりすると注意散漫だから基本だからうまくいかないんだけど。あー、いない。ちょ倒したと思った。すごい動きだこと。ジグザグに動かれちゃったね。上2人いるのかな。いやー、ちょっと痛い。もうちょっと先に投げるつもりが。ちょっとね、ボタンの配置を変えてるんですね。ボタン配置っていうのかな、入れ替えしてるんですよ。うわー、ね、パンチを出すためにね、ちょっと変えたんで。OK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 。グレネルとかを久しぶりに使う。ボタンが違うんでね。いやー、やばい。ちょっとそりゃ無理だ、そりゃ無理だ。そういう時にタックマスクつけてるといいんだけど、2人いたら変えるんだよね。1人だったらまあなんとか。ナイス、やってくれた。キルストがちゃんと刺さってる。すげえ羨ましい。向こう側にいるときじゃないと使えないね。こっちサイドに敵がいるときじゃ。横からつつこうか。うわー、ちょっと、おー、いるかも。逃がして。ちゃんと警戒してる人がいるな。ちゃんと警戒してる人がいる。やばい、これリス変わんじゃね、これ。やばい、うわー。いやーそれか、ソードフィッシュか。ホスタル UAV サークル。落とそうか。やばい。いける、よし。正面は大丈夫そうだね。外から来んじゃない、これ。ほら、来てる。ないよ。これ挟まれそう。挟まれそうだな。左側やってくれた？やばい。前詰めちゃいま。マジでショッティーだと思わなかった。ショッティー相手に距離を詰めてしまったよ。これまやばい。右は大丈夫そうだな。オッケー、ナイス。左奥かな。これ使っちゃいますか。セント君どこに。その奥か。セント君、オーケー。セント君壊したよ。詰めちゃいま。マジか。私が出したのを察知して。まあフラジャーが来てないとそうなるよね。私でもそうするわ、多分。リスが変わっちゃってるね。その奥に投げた方がいいかな。前までは R1 で投げるね、クラスター爆弾投げたんだけど。やばいタイミングで。ちょっと助けて。ナイス。今ね、L1 に変わったんで、うまく投げられないっていう。
上リス変わってるから一回ちょっと下がりましょうか。 OK、勝った勝った勝った。ナイスゲームでしたね。いやクロスゲーム面白かった。パーティーさん両方にいるといいゲームだね。うん、片方だけだとちょっとね押せ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 ムードになっちゃうからね。いいな。でもソウルフィッシュ、いやうまく使ってるな。スーバースト以内で倒せないと他の武器使った方がいいんですよ。あーいいね、うまく使ってますね。今度から盾使おうかなと思っております。ちゅうことで次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。